波打ち材のシーグラス拡大写真シーグラスもしくはビーチグラスとは海岸や大きな湖の湖畔で見つかるガラス片のことである波に揉まれて角の取れた小片となり曇りガラスのような風合いを呈するシーグラスの色はその元となったガラスの色に依存するしたがって多く使われる色のガラスはシーグラスとしても頻繁に見られる 例えば飲料の容器として利用される緑、透明、茶色などである。珍しい色は灰色、紫、赤、黒である。赤はおよそ5000個に1個、最も稀なオレンジは1万個に1個程度の割合である。黒のシーグラスは1860年代以前のガラス。正確には暗いオリーブグリーンのガラスに由来するものが多い。また、 オーストラリアの海岸で発見される黒のシーグラスは1940年代のビール瓶のものである。このシーグラスの希少性は瓶の生産時にガラスとともに成分不明の物質が使われたことによる。貝殻や鉱物などと同様にシーグラスも収集品として趣味の対象となっている。シーグラスを瓶詰めにして干渉したり組み合わせて アクセサリーを作るなどの楽しみ方もある。オークションサイトでは一般的な色のものが安く売られているが高い色や珍しい色だとコレクター間では高値で取引される。一つ見つかると海面の線上に横に並んでいることが多い。これは潮が引く時に取り残されたものであり、潮の満ち引きが激しい波打ち材ではなかなか見つからないことがほとんどである。 シーグラスは、海品で採集されるもののほか、研磨機を用いて人工的に作ることもできる。そうして作ったシーグラスを観光客用の土産品として販売したり、アクセサリーの材料に用いている会社もある。海岸の漂流、漂着ゴミが増えると、シーグラスの発見が難しくなるため、時には人工のものが 天然のシーグラスと偽られて販売されている場合もある。研磨機で作った人工のものは自然の環境下で長時間をかけて侵食された天然のものとは表面が異なるため顕微鏡観察により見分けることができる。シーグラスの収集家は人工のものはクラフトグラスと呼んで区別するべきであると主張している。ありがとうございます。